これ、はい、もうこんなとこじゃなくてアンビリーバボーに持ってった方がいいぐらいの。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。この番組ですね、もうあの長くねやらせていただいてまして、毎回ね怪談話をね、まあ、披露していただいたりとかね、まあ、僕もね話をさせていただいたりとかってことなんですけども、やっぱりこうなってくるとね、霊が集まってくるって言いますけど、ここ最近ねこの撮影をしていると自爆霊なんですかね、ここ、まあ、霊がねなんか毎回来てしまうようになったんですね。今回は、ゲストその自爆霊に来ていただいてます。お願いいたします。どうも、ホリプロコムの、川口秀幸です。お願いします。あれちょっといやなんか分かんないですけど、はい、ここ最近というか、はい、ずっとね撮影してるとずっとあなた、はい、見切れるギリギリの位置にねなんかいるんですよね、ここのところ、はい、え別にあの、ね収録もないし、はい、ね別にその呼んでもいないんですけど、なんか決まってあの位置になんかも最近いらっしゃるんですけど、はい、本当に勉強したくて見学を、生の空気をやっぱりこう感じたいなと思って。あ、川口、はい、あ自爆霊だと思ってたんですよ。違いますよ。だとしたらいやとうとう出ちゃったなと思って、もうずっといるからと思って、はい、でじゃあもう思わずね、もう思い切って今回出してみようと思ったら川口だったんですね。いやだとしたらやばいですよ。ずっと見切れてて怖かったんですよ。だからここ最近ずっと確かにあその定位置に僕ずっと見させていただいてるんですけど、いや本当にでもやっぱ出ないですけど、マジでずっと階段聞かせていただくじゃないですか、うん、なんかすごい鳥肌、なんかすごさの鳥肌がすごくて、やっぱりね素晴らしい階段の方たちね、はいはい、うん、それを生で見れるっていうのがありがたくて本当に。でもね、川口自身がやってるね、はい、YouTube チャンネルの方も1万人突破ということでね、好調ですから。ありがとうございます。ぜひね、はい、はい、今後ともね別の道で頑張っていきたいと思います。お願いいたします。ちょっと待って、終わりますって。では除霊ということで。違いますよ。じゃあもうこれで自爆霊はなくなるわけですよ。いや、こんな早いお階段巡りないですよ。今過去一。だからまあ、ね、まあ、ずっと来ていただいててね、はい、でそれだけだとちょっともったいないので、はい、なんか聞いた話によると、はい、なんかお土産階段任せてください。いや初めてですよ、先輩の現場にね、はい、差し入れですっていう、なんかお菓子とかはありますけど、はい、差し入れですってこう階段を持ってきてくれたっていう、これはもう、もうぜひ受け取っていただきたいなと。いやありがたい、このチャンネルならではのお土産ですね、はいはい、ぜひぜひもう島田さんの喜びそうなお土産を、はい、知ってるからな俺のこと、はい、プライベートも含めて、はい、あじゃあちょっとね、はい、ぜひぜひ、はい、皆さんもね、はい、今日は川口くんが持ってきてくれたお土産階段、はい、楽しんでいただきたいと思います。お願いします。お願いします。最初になんですけど、はい、島田さんポルターガイストとかって見たことあります？見たことはないですけど、はい、でもねいろんなこう事例聞いたりして面白いなと思ってます、はい、なんか、物が動いたりとか倒れたりとかっていう、僕、はい、結構今自宅で生配信とかしたり、うん、撮影すると、まあ、音がしたりとか、うん、ラップ音、まあ、人の話し声とか、まあ、僕しか撮影いないんですけど、そういうの結構頻繁に聞こえるんです。そうですよね、はい、だって川口のチャンネルってもう霊障が当たり前っていう風になってますもんね、はい、でですね今回、まあ、お土産を2つ持ってこさせていただいたんですけど、はい、まず1つ目が、ええ、ポルターガイストを、まあ、収めたというか映像を、はい、物が動いてる映像ってこと、はい、えそれを、まあ切り抜かしてもらいました。ここがっていう、まあ、短めにさせてもらった映像をちょっと今日は、島田さん見ていただきたいなと。これ、はい、もうこんなとこじゃなくてアンビリーバボーに持ってった方がいいぐらいのいやそんなことないですよ。だってポルターガイストの瞬間を収めてるってこれ相当なものですよね、はいはい、これ、まあ経緯言いますと、はい、僕、最近自宅で撮影してるんですよ、うん、階段を撮影してて、ええ、でたまたま、本当何本かちょっと部屋暗くして照明1個だけで撮影しますっていう風にして撮ってたんですね、はい、で、もちろん三脚立ててカメラ固定して、うん、こうカメラに向かって階段撮ってたら、やっぱ時々こうパチッと音とか、うん、ラップ
ポーンにしてはでかいなっていうこうっていう音とか、うん、結構入るんですよ、はい、でもそれいちいち気にしだしてたらやっぱもう撮影止まっちゃうんで、あまりにもでかいの以外はもう全部スルー流すんですね、流すんですよ、はい、で聞こえないフリスとかして怖いなと思いながらもうしてて、ある時そう撮影中になんかみたいな音がして、なんか落としたなと思って、あでも今ちょっと怖いなと思いながらもそのまま話し続けて、うん、でそれを僕自分で編集するんですよ、はい、で編集した時にこれラップ音じゃなかったんだと、はい、カメラが動いてるんですよ、はい、でそれはやっぱこう照明当ててるんでカメラが動いてるっての分かんなくて、はい、なんか音が鳴ったなぐらいでそま進めてたんですけど、うん、後々こう編集の時にカメラがこうクッて動くんですね。でも三脚でちゃんと固定してるカメラがこう動くってことはまあないんですよ、うんうんうん、で僕も自分でこう撮影してる時に例えば足で蹴ったりとかってしたらグラグラってなって動くとかはあるかもしれないですけど、その動き方をちょっと映像で、え今日あるんですか、はい、持ってきたんでちょっと見ていただこうかなと、はい、なんかもう撮るなっていうね、ことなんですかね、何でしょうね、カメラが動くっていうのは、はい、これがその階段の時の映像なんですけど、これをスタートボタンを押していただければ、はい、ぐっと抑えられて、あそうそう悲しまり来るな、おびっくりした、もうそう切り抜きの形なんですけど、これって人いないの、はい、いないです、完全に人がぐって動かしてますよね、でそれよく見てもらえば分かるんですけど、はい、カメラ平行に動いてるんですよ、そうですね、横にグッと動いてますね、はい、横にこうスッて動くんですよ、はい、人が、まあ、仮にですけど、まあ、いないんですけど本当に人が動かしてるってなると多少の、まあ、ブレというか、うん、なんかこうグラグラって一瞬なったりとかするんですけど、それって本当にこうスッてこう、まあ、なんでそう動いたのかは僕も分かんないんですけど、それを収めてたっていう映像ですね、カメラが動いてたって、しかも音がしてるわけでしょ、だって川口自身がこの中で、はい、うわびっくりしたって言ってるから、はいはい、カメラの向こう側で最初落としたのかなと思ってたら違うと、カメラがグッと動いた音だったっていう、はい、っていう音で、これちなみに怪談話ってのはどんな話だったの、その時の怪談話が、まあ、掴まれたって、霊に腕を掴まれてたみたいな話で、それが霊感があるないみたいな確か話だったんですよ、でその霊感があるないみたいなタイミングでまあ音がしたんで、まあ、霊感なくても関係ねえぞっていうのを教えてくれてたのかなっていう、霊感あってもなくても俺ここにいるぞっていうのを、もしかしたらその霊的なのが、はい、いやでもなんかカメラグッて動いてるから、はい、そんなふざけたこと言ってんじゃねえぞ、撮らせねえぞみたいなね、なんかそんな気持ちも感じてしまうような、あ完全に動いてますね、はい、それ本当にびっくりしました、編集の時に気づいたんですよ、はあ。ちょっともう一回見てもらいましょうかね、はい、はいはい、こちらです、うっと抑えられて、あそうそう悲しまり来るな、もうそうね、もううわって言ってるもんね、はあ、ね、これ1個目、1個目、今回2つあるんですよね、もう1つお土産持ってきました、はい、お願いいたします、ありがとうございます、もう1つがですね、つい先日、探検隊の方で、まあ、スポットを行かせていただいて、まあ、八王子の心霊スポット行かせていただいたんですよ、八王子城址と、旧小峰トンネルの方に行かせていただいて、はい、で八王子トンネル、八王子城址の方は、うん、まあ一応4人で行って22で、平原のところと亡くなった、うん、まあ身投げしたって言われてるこう滝のところでそれぞれこう検証しようってことで、でまあ僕滝の方で検証してたんですよ。で滝をこうバックにというか、うん、自分でハンディ持ちながら、結構滝の音がでかすぎて、うん、基本はもう滝の音を取ってるみたいな感じなんですけど、もうはっきりと女性の声聞こえたんですよ。え滝のザーとかそういう水の音に、はい、紛れて、はい、女性の声、女性の声でハーみたいな、
結構なボリュームで、そこに、撮影のクルーとか出演者に女性はいないです。いない。男性4人で行ってて、はい、でそこをまあ行って、その後にその旧小峰トンネルっていう方に向かったんですけど、はい、なんか体感的にあこれ八王子上司からそのまま連れてっちゃったのか、旧小峰トンネル行った時もあのトンネル行ったことありますかね。旧ありますあります、あります。あのちょっとこう入り口側がライトついててというか、はい、奥がライト消えてるんですけど、うん、あの人がもうライトこうやって確認するんですけど人いないんですけど、うん、人が歩いて向かってくるんですよ。えどういうこと、気配がするってこと。足音です。えはい、がっつり。え実際に人がいたわけじゃなくて。いやいないですいないです。本当にあのザッザッザッって言って、あこれもしかしたら他の心霊スポットと巡ってる方とかが、まあ、来てるのかなと思って、まあ、ライトとかでこうやりながら、まあ、人だったらこうまあ会釈とか挨拶しようかなと思ってこうライト照らすんですけど、奥の林とか誰も人出てこなくて、でも足音はそこにいるみんなが聞いた。聞いてます。で、撮影中カメラ回しながらも一応その一緒にいたメンバーとかが、誰かいますか、いたら男性か女性か教えてください、男性ですか女性ですか、ザザっていう音とかも聞こえたりとか。その音は音声的に取れてる。これがまだ、全部確認してないんですけど、うん、入ってるとは思いますね、はい、で問題がその後で、はい、僕旧小峰トンネルで一応検証として階段をするっていうのをやってみたんですよ、うん、で階段をしてて、そしたらまあ、階段中も、後ろからこう人がこう迫ってくるというか聞きに来てるというか、だんだんこう近づいてくるみたいな気配をするんです。気配ね、はい、では怖いなとか思いながらも階段一通り終えて、じゃあみんな、ね、あの気をつけて帰ろうかって言って、今まあこんぐらいの時間だもんねって時計確認したら時計が壊れてるんですよ、うん、でその壊れ方っていうのがあのなんか割れてたりとかなんか止まってたりとかだったらまだ分かるんですけど、秒針が取れてて、はい、でなんかそれを現物今日持ってきたんで、はい、えなんか不思議ななんか壊れ方というか、これがその時に時計が止まっその時に壊れたってことですよね、はい、まあ直前に、まあ、その日も僕朝とかも時計見たりしてるんですけど全然壊れてはなかったんですよ。でまあ、これ ちゃんと見てもらえば分かるんですけど、秒針がこれちょっとねあの秒針がね取れてるんですよね。なんかああ本当だ、秒針だけ取れててずれちゃってますねもうね、はい、うん、でなんかその時話してた話っていうのがあのトンネルにまつわる話したんですよ、はい、でトンネルに友達と行った時にトンネルにこう入ったらみんなの時間軸がずれちゃうみたいなお話をしたんですよ。ちょうどちょっとリンクしてきますね、はい、ただ秒針これあのごめんなさい、あの別に俺はね、はい、素敵なお土産だと思うんです、はい、ただやっぱり見てる方も含めて、はい、川口さん単純に時計の老朽化じゃないですかって思う方多いと思うんですけど、はい、その秒針だけで僕が持ってくるわけないじゃないですか。え、ちなみに、そのまあその撮影中に、まあ、秒針が取れちゃった怖いなで引き上げたんですよ、はい、で、車に乗った瞬間に、そのベルトが取れちゃうんですよ。今直ってるんですけど、はいはいはい、そこがボトって時計が落ちちゃうんですね、でこれ以前島田さんに僕懐中電灯を持ってきたじゃないですか。あ、はいはいはい、あの竹集落で懐中電灯の紐が切れちゃったんですよっていうのを持ってきたと思うんですけど、はい、なんか僕もしかしたら完全についてきた時に何かしらちぎれるんじゃないかっていう。その懐中電灯の紐だよね、はい、切れ紐です。あれこう手につけてたんだよね、はい、で今回も腕時計だから手につけてますもんね、はい、なんかその数珠がほらよくパチンって弾けちゃう紐が切れちゃうってあるけど、はい、なんかそういうような同じようなことで、はい、パーンって切れちゃうってことのかもしんないなと思って、まあ、単身がねその秒針か秒針だけが取れてたらまあ故障というかまあ壊れちゃったのかなぐらいなんですけど、完全に盤がボトッと落ちて、しかも別になんかどっか引っ掛けてとか落としてとかでもなく、いきなり車乗ってじゃあ帰ろうかって言った瞬間にバッて落ちて、
でみんな何の音ですかみたいな、音もしたんですか、はい、ボトって落ちちゃって、僕はもうめちゃくちゃ怖かったんですけどね、その時計がなんか右手回りだけだったんで、ずっと、うん、その懐中電灯とか時計とか、いや俺何が言いたいかっていうと、はい、まあ、後輩じゃないですか、はい、で、まあ、こうやって今日来てくれてね、はい、お話ししてくれてますけど、はい、階段を利用しておい島田先輩と時計買ってよって言ってるんじゃないかなっていう、いや本当にやっぱ島田さんすごいっすね、本当そんなわけない、なんかその感じがなんかすごく伝わってきてそんなわけないじゃないですか、あるんですよ、ここ後輩の方が来たら一緒にひげ剃り買いに行くとか、その後ねちょっと食えてないんですよ、じゃあ飯行こうかみたいなことも結構あるので、はい、いよいよこれそんなに、いや僕めちゃくちゃお世話になってるし、じゃあ腕時計は買ってあげなくていいのね、はいはい、いや買っていただけるんだったら買っていただけるのであれば島田さんの時計もう絶対壊れない時計を、絶対壊れないやつ、はい、そうだね、 G ショックみたいなさ、はい、ね、なんかすごいこうね耐久性の強いやつ で、 そうです、ね、何かあったらね、はい、これはすごいまた伝説が生まれますね、そうですね、はい、これはもう絶対壊れないっていうのでスポット巡れるんで、はい、今後何か壊れたために行くんでやめてね電化製品がとかちょっと分かりました、はい、怖いのよ、カメラがちょっと急に動かなくなったんですよとか、はい、それはもうもちろんちょくちょくでも島田さんにはお話はお土産は、はい、ありがとうございます、持ってこさせていただきます、本当にお土産はね嬉しいんですけど、はい、お土産以上にこっちから何か持ってこうとするのだけはやめてくださいねこれ本当に、いや分かりました、それだけは本当、それはもう任せてください、まあね、はい、やっぱ全部をね、はい、これまあ、例の仕業だっていうふうに言ってくのって、うん、逆になんかこう川口的にも、はい、やっぱり冷めちゃう人もいるかもしれないから、そうです、ね、ただやっぱりそういうタイミング何かあった、うん、だもしかすると例かもしれないけど、うん、でもやっぱりこう老朽化かもしれないけど、でもやっぱ不思議な話ですよね、はい、いやごめんなさい、日本って言ったんですけど、もう本当短いやつもラストいいですか、え、まだ短い段最後、あ、そっか、その今押してるやつですね、はい、ショート階段短い段ってやつね、川口さんやってます、ね、はい、最後バシッと、最後バシッとお願いいたします、つい、先月末に、はい、自宅のデジタル時計が壊れちゃったんですよ、まあ、壊れちゃった、ちょっと待って、ちょっと待って、買ってくださいじゃないですか、家の時計も買ってって言ってない、違います、島田さんこれ聞いてください、短い段、短い段ちゃんとした短い段です、はい、デジタル時計が、うん、いきなり2009年の1月1日になったんですよ、はい、いきなりですよ、元旦ですね、はい、はい、本当10月の20日過ぎとかに、うん、いきなりデジタル時計が狂い出して、まあ、電波時計なんでちょっとしたらまあ電波受信しても、はい、戻るんじゃないかなと思って放置してたんですよ、でも1日経てど2日経てど元に戻んなくて、でそうしてもほっといたんですけど、さあその後にまあたまたまかもしれないですけど、親父がちょっと倒れちゃって入院することになったんですよ、でまあその時も妹がこう救急車とかこう手配してとかっていろいろあったんですけど、妹がねなんかお母さんが教えてくれたみたいなことを言うんですね、夢の中でか分かんないです、でそのお母さんが教えてくれたって後に親父が倒れて、で母親が倒れた時と全く同じシチュエーションで倒れたというか、まあ、体調悪くなっちゃったんで、うん、すぐ救急車呼んでとか、うん、でなんとか大丈夫だったんですよ、あ、よかった、はいはい、でそのまあその親父の、まあ、病院とか行ったりしてて、その僕の家の電波時計が2009って言ったじゃないですか、2009年って言ってましたね、はい、2009っていうのが母親が亡くなった年なんですよ、はい、で、まあ、僕の方にももしかしたらその親父がちょっと 大変とか体調悪くなってるっていうのを教えに来たんじゃないかっていう、でその妹がちょうど、救急車とか呼んだタイミングでいろいろ体の数値とか調べたら、まあ、10超えると危ないっていう数値が 9. 点いくつで、結構ギリギリ、はい、でそのタイミングで病院行ってなかったっていうなんかたまたまのタイミングだったんで、僕はなんか母親が教えてくれたのかなっていう、その撮ったデジタル時計の写真もある。あ、そうなんですか、はい、1月1日ではないんですよね、たまたまその壊れたタイミングでは撮らなくて、うん、ちょっと1日経って2日経ってぐらいに、あ、まだ壊れてるわって言って1月3日ぐらいの2日ぐらい経ったタイミングで撮ったんですよ。あ、でもまあその年に時計がぐっとこう戻されてたっていう、はい、やっぱお母様のタイミングだったっていう、はい、やっぱり何かね自分と同じような
ね、私のことを思い出してそして今生きてるみんな、ね、はい、このことを、ね、気にかけてっていうお母さんからのメッセージだったのかもしれないですね。そうですね、なのかなと、ちょっと、はい、怖いというよりはちょっと不思議 な、まあでも、ね、亡くなったお母さんが今もね、うん、見守ってくれてるんじゃないかっていう、はい、ちょっとこう心温まるというか、はいはい、お話ですね。あったかい会話で、家の時計は壊れては、それがその親父が大丈夫ってなった後にまた今の年に戻ったんですよ。それもこの10日ぐらいずっと2009なんですよ。で10日ぐらい経って、もう10月30か31ぐらいにいきなり時計戻って、はあ、そんなに電波、まあ、悪くなることもあるのかなとかも思うんですけど、そのタイミングで戻ったんですね、はい、あ、じゃあ何か本当お母様のっていうふうに、はい、不思議だなと思いましたね、うん、僕もね、家の時計は壊れてないってことで、はい、僕が買えばいいのは腕時計だけってことでいいんですね。あ、でも壊れない時計が欲しいかもしれない。皆さん、はい、お土産階段という名の、はい、もうただのチンピラみたいなのしますよね。待ってください。そんな本当タッチ悪いですよ。すみません、本当に。ね、はい、お願いします。お土産のみ。わかりました。いたしますね、はい、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで皆さんね、川口君もですね、はい、YouTube チャンネルやられてます。チャンネル名が、川口心霊探検隊っていう、はい、チャンネルです。この度ね、皆さんのおかげで1万人登録者超えまして、ここからねまたさらに頑張っていくそうなので、はい、ぜひ皆さんも応援のほどよろしくお願いいたします。ゲストは、はい、川口秀幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。